今更なんですけど、チャンネル登録者1万人いきました。ありがとうございます。ひとえに皆様のおかげです。いや、マジで本当に、まあ、とは言っても皆さんの応援には感謝しつつ、1万という数字に満足せず、これからも2万、3万、いや、10万人の銀盾目指して頑張っていきたいと思います。って言ってた方がエンターテイナーっぽいなとは思うんですけど、まあ、今日くらいはね、ちょっと本音を喋ろうかなと思います。まあ、明日からまた頑張るって話なんですけど、いやー、1万は頑張ったよ。この1万っていう数字の嬉しさがどのくらい皆様に伝わるかってのは分かんないんですけど、めちゃくちゃ嬉しいですね。何が変わるっていうわけでもないんですけど、やっぱり応援してもらえてる証拠ですからね。とは言いつつ、1万はね、頑張ってたらいつか行けるってイメージもできてたんですよ。逆に10万とかってイメージが全然湧かないんだよな。何したら行くんだろうね。 V の皆さんの知名度、能力、人間性、愛され、声、可愛さ、もうそういうものに対して格の違いを感じるというか、やればやるほど周りを見ては見たまさくまる、本当は VTuber に向いてないんじゃないかと思ったりもしてしまうんですけど、でもね、もうね、頑張るしかないんですよ。僕ね、基本納金なんですよ。いろいろ考えるんですけど、結論、めっちゃ頑張るみたいな着地してしまうんですよね。変えるべきところをいろいろ変えたりしながら、いろいろ試行錯誤して10万目指したいなと思ってます。というわけで皆様にお願いです。まああんまりそういうタイプの VTuber じゃない自覚はあるんですが、よろしければ動画配信にコメント、高評価していただけると嬉しいです。まあ結局そういうものの積み重ねなんよ。でそういうものされてかないと10万にはなれないんよ。よろしくお願いいたします。あ、Twitter のフォロー、いいね、リツイートもよろしくお願いいたします。僕頑張るから、まだまだビッグになるから。まあと同時になんですけど、まあ伸びなくても人生マシになるような行動っていうのもやってきたらなとは思いますよ。まあ具体的には VTuber を言い訳にやりたいことをやりつつ、 VTuber を言い訳に何かをやめたりもしないというか、 VTuber 無関係に人生楽しくなるように頑張るっていうのをね、目標に頑張っていきたいなと思います。やりたいことを表明したりするの苦手なんで、できるだけブレーキをぶっ壊していきたいなと思います。そんな感じです。どうぞよろしくお願いいたします。みんなもやりたいことをやってこうな。はい、皆さん、それではチャンネル登録、応援のコメント、高評価のお時間です。よろしくお願いいたします。ずうずうしいな。というわけで以上、三玉さくまるでした。応援よろしくお願いいたします。またねー。